はい、この音で美容師やっております、ソングバードの稲津です。僕のチャンネルはヘアケア専門のチャンネルです。今日は、頭皮のね、トラブルで困ってる方いらっしゃいませんか？こう、フケが出るとか、かゆみがあるとか、頭皮の匂いですね、が気になるとか、ちょっとこう、ベタつくとか、そんな方たちのために、こう、今日はちょっと、頭皮ケアですね、の解説です。ホホバオイルで頭皮ケアをするっていうですね、動画です。まず無印でこのホホバオイル890円で売ってあるんで、890円でこんだけ入ってるんで、まあよかったらまずこれを購入してください。でも結構人気みたいですね。これで頭皮ケアをする方法ですね。まあ、無印のホホバオイルって精製されたホホバオイルなんで、お肌のトラブルとか起きにくいですね。やっぱりこう純度が高いと言いますか。でなんでホホバオイルがこう頭皮ケアにいいのかっていう説明ですね。まあ、簡単に説明します。人のですね、皮膚の表面の角質層のですね、角質層の主成分、なんかワックスエステルというらしいんですけど、それと主成分が一緒みたいですね、ホホバオイルって。なので肌なじみが良くてこうベタベタしにくいんですよね、つけても。まあ、僕はですね、今2021年ですけど、2020年の冬もうめちゃくちゃ使ってました、ホホバオイル。まあ、手荒れとかもすごくいいですね。まあ、頭皮ケアにもすごくいいんで、まあ、簡単にできますんで、ちょっと試してください。これは本当に効果があると思います。まあ、ホホバオイルで頭皮ケアするメリット、まあ、これが分かっていれば、まあ、する方法は簡単なんですね。このホホバオイルでメリットですね、頭皮ケアをする、頭皮のですね、ベタつきが軽減できて、頭皮の匂いね、ちょっと油の匂いと言いますか、頭皮の匂いありますね、独特の、あれも軽減できるっていうメリットがあります。オイルつけてでしょって思いますよね。さっき言ったように主成分がワックスエステルっていうですね、角質層と一緒の主成分なんで、これをつけたからって言ってめちゃくちゃベタつくことは絶対にないです。まず僕が使ってきたんで、それは証明できます。ベタつかないです。すごく少量、まあ、2、3滴でもこう水のようにこう馴染みがいいので、こう毛穴のですね、奥に詰まった、まあ、毛穴詰まりっていうんですかね、まあ、皮脂とかのそういう汚れとかもこう浮き上がらせてくる効果があるんですよね、ホホバオイルをつけておくと。でそのまま 2,3 滴こうつけてですよ、マッサージしておくと、そのうち汚れが浮いてきて、こうクレンジングが完了するわけですよ。でその間にこのホホバオイルの保湿がですね、乾燥などにこう効果的にこう作用していくわけですね。まあ、頭皮に程よくですね、ホホバオイルの潤いが与えられる。まあ、だから乾燥と汚れを浮かすっていう効果があるんですよ。まあ、あとマッサージする時のこう少し指通りが良くなりますと言いますか。まあ、ホホバオイルすごい少量でいいんでおすすめです。まあ、ベタつく、結構こうベタつく人や頭皮の匂いが気になる人って、逆にこう油の取りすぎと言いますか、皮脂の取りすぎ、例えば朝シャンしてる人なんか結構皮脂の取りすぎですね、で紫外線ダメージとかもありますんで、そしてやっぱ体が皮脂が足りないってなって、余計こう過剰分泌するんですよね、皮脂を。まあ、過剰分泌してしまうと、やっぱ毛穴の詰まりだったりとか、まあ、さっき言ったように皮脂が1日、ね、頭の上にこう大量にあると酸化しちゃうんですよね。やっぱそれが匂いの原因になったりするんですよ。でそういう、 こう皮脂の過剰分泌とかも抑えたいんで、まあ、乾燥もまあなるべくさせない、まあ、バランスを整えるって感じですね、ホホバオイルで。取りすぎも良くないし、全くないのもダメなんですよね。全くないとやっぱりこう、さっき言ったようにこう紫外線とかの外部刺激があるんで、あんま良くないかなと思います。だから朝シャン、夜シャンの話もこう昔動画でしてますんで、過去動画をちょっと見てもらえたら幸いです。で、フケやですね、かゆみなども予防できます。まあ予防ですね、もともとすごい出てる人とかはやっぱりこう皮膚科に行ったりした方がいいとは思うんですけども、まあ、予防としてはすごくいいのかなと思います。まあ、ホホバオイル自体がですね、抜群の保湿力があるんで、まあ、頭皮に自然な潤いを与えてくれると思いますね。まあ、それだからまあよくわからんこう頭皮用のローションとか使うよりは、僕はホホバオイルで十分なのかなと思ってます。まあ、自然由来成分ですしね、頭皮にもすごい優しいです。で、まあ、自然由来成分なんで頭皮が敏感な方にもすごくいいですね。まあ、抗酸化作用などにも長けているので、肌への刺激とかアレルギー反応とかもほとんどなんかこう、なんていうんですか、報告といいますか、そういうのがなかったみたいですね。まあ、あとこうお風呂から上がった後に洗顔して、お風呂から上がってタオルドライしますよね。その後こう化粧水つけるじゃないですか。その前につける、まあ、ブースターといいますか、まあ、導入剤の代わりにもなりますね。
まあ、化粧水つける前に、まあ、1、2滴お肌にこう馴染ませておくと化粧水の浸透力がすごく上がってお肌がもっちりします。もう本当に1、2滴でいいんで、まあ、そのままバスルームに置いておけば一番いいのかなと思います。ポンプタイプもあるんで、ポンプタイプだったらワンプッシュは多すぎるんで少しでいいかなと思ってます。で、まあ、頭皮ケアのやり方ですね。ホホバオイル使ったら、まあ、ちょっと軽くやってみますね。まあ、1、2滴出して指先になじませる。指先にですね、指先になじませて、そのまま頭皮にこうなじませていく。で、これを何箇所か分けてつけていく。いっぺんにやるとなんかそこばっかりいっぱいついちゃうんで、あんま良くないかなと思ってます。いっぱいつければいいってわけじゃないです。重要なのはこれを毎日することが重要ですね。で、このまんま頭皮、ここに向かって頭皮を耳の上から上げるようなマッサージをしてあげるといいかもですね。頭皮にまんべんなくホホバオイルも馴染むし、こう頭皮が上がっていくんで、こう落下した落ちていったお肌とかにもいいかなと思ってます。頭皮マッサージはですね。でも、ある程度頭皮マッサージをした後に、まあ、1、2分ちょっと時間を置くといいですね。僕はそうしてます。これお風呂入る前というか、まあ、洗う前がいいですね、やっぱり。で、ここで頭皮の毛穴詰まりだったりとか余計な汚れとかがこう浮き出してくるんですね、ホホバオイルがですね。で、このまんま流してシャンプーです。それで汚れがしっかり落ちます。で、これ潤いもちゃんとしっかりあります。だから洗浄力が少し強いシャンプー、まあ強くない方がいいんですけどね、その頭皮にトラブルがある人は。マイルドなシャンプーがいいと思うんですけども、まあ、そんなことは分かってると。でも、ちょっとまあ予算的にもとかいろいろご事情はあると思います。まあ、そういう方はそのままシャンプーされると少しこう油膜も張ってますので、洗浄力もちょっとこう効果が下がるのかなと思ってます。まあ、そんでお風呂から上がりますよね。お風呂から上がった後にまたホホバオイルをつけてくださいなんて言わないです。ここでおすすめのが、まあ、結構紹介してるんですけど、ナシードスキャルプトナっていうですね、これ頭皮用の化粧水なんですよ。めちゃくちゃ香りもいいですし、過去に動画上げたところでコメントもいただきました。すごく実感できたと。まあ、そのコメント見ていただけるといいと思うんですけども、これをつけてあげるとすごく頭皮にもいいと思います。化粧水なんで、そのなんか医薬品とかじゃないです。まあ、お顔にも化粧水つけますよね。お顔に化粧水つけないでドライヤーそのまま当てれます？それを頭皮にしてると一緒ですからね。これを軽く全体的にこう振ってあげると、お風呂上がりですね。で、まあ、マッサージ軽くしてあげた方が化粧水が馴染むんでいいと思います。で、このナシードスキャルプトナー自体も、まあ、オーガニック植物成分っていうんですかね、で配合した頭皮用化粧水なんで、まあ、本当にデリケートな人とか敏感肌の方にも、そんなにこう構えなくて使えるのかなと思ってます。で、まあ、保湿がメインなんですよ。頭皮用化粧水なんで保湿がメインなんですけど、僕の一押しは香りがめちゃくちゃいいっす。香りがめちゃくちゃいい。はい、もうなんかその夏場の子供とか振ってあげますもんね。舌めちゃくちゃいい香りする。なんか夏場の子供ってシャンプーしたそばから臭くないですか？まあ、うちの子だけなんですかね、よくわかんないですけど、まあ、そういう子にやっぱ振ってあげたらすごくいい匂いします。まあ、私化粧水なんで頭皮にもいいからですね、嫌いな人は 100% いないと思います。すごくいい匂いです。もう香りを届けたいぐらいですね。どうしても香りは届けられないですもんね、映像じゃ。で、まあ、今一通りですね、ホホバオイルを使ってマッサージをするですね。そしたらこう汚れも浮いて保湿もされて、でシャンプーのですね、まあ、もしこう洗浄力が強いシャンプーとかあったらそれも軽減されて、まあ、一石三四鳥になるのかなと思ってます。その上でお風呂上がりに保湿もする。まあ、これでいいのかな、完璧なのかなと思ってます、今のところ僕の中ではですね。まあ、あえてあと1個ならやっぱシャンプーの見直しですね。シャンプーのやっぱこう洗浄力が強すぎたりすると頭皮のトラブルがやっぱりこうどうしても起こっちゃうんで、まあ、その辺はですね、担当美容師さんとよくご相談の上、シャンプーはご購入ください。あとですね、まあ、あと1個補足として、こういうドライシャンプーとかもあるんですよね。まあ、こういうのは例えばこう夏場ですよね、まあ、今冬だからあれなんですけど、まあ、2月なんですけど収録日は、まあ、夏場とかでこう汗かいたわとか、ちょっとそういう時にこうシュッシュッシュッと振っておけば清涼感もあって気持ちいいですね。まあ、雑菌も湧きにくいと言いますか、まあ、こういうのもあるよっていう感じですね。でも、まあ、今日のメインはホホバオイルと、まあ、無印のですね、結構人気なんでないみたいなんで、ちょっと見つけたら買っといた方がいいかな。まあ、僕はポンプタイプと、まあ、ちっちゃいタイプ持ってますんで、
まあ、2つ、まあ、ちっちゃいタイプは持ち歩き、まあ、手でもこう濡れれますんで、まあ、シャンプー肌とかこうガサガサした時僕手に 1滴ぐらいかな、になじませてすごく馴染みがいいです。ベタッとかしないんですよね。だから変なハンドクリームつけるよりホホバオイルがいいんですよね。なんでこんなホホバオイルをしてんだ。別にそのなんかギャラもらってるとかじゃないんですけど、めちゃくちゃインディー売ってます。でもこれはもうマストかな。もう一回つけたら癖になりますよ。だから癖になりたくない人は買わない方がいいです。つけない方がいいです。でもめちゃくちゃいい香りだし、もう女子力も上がるし、もうおじさんの匂いもすぐ消えるし、子供の臭い頭もすぐいい香りになるし、しかも保湿もされる。最高ですね。これはいります。この2つちょっと検討してみてください。検討する、いやもう検討しなくてもここまで見た人は買うべきですね。まあ、こちらの関しては概要欄にリンク貼れたら貼っときます。まあ、こちらも貼れたら貼っときますね。ホホバオイル、まあ、比較的コスパはいいのかなと思ってます。ホホバオイルが890円、まあ、このサイズでですね。でも 1,2 滴を数箇所つけるだけなんですごく持つと思います。でナシードスキャルプトの方が1800円なので、まあ、3000円以内で、まあ、2ヶ月ぐらい持つんじゃないですかねぐらいの頭皮ケアが叶うんで、まあ、こっから始められてもいいと思います。変なこう頭皮用ローション買うよりはどちらともオーガニック製品なんで、いいのかなと思います。僕はですね、まあ、頭皮トラブルがあられる方の一つの選択肢のとしてこう考えてもらったらなと思ってます。僕はすごくおすすめです。頭皮にもすごく優しいですし、いらない刺激もないしですね、やっぱこう人の力でやっていくっていうのが本来なのかなと思ってます。まああと食べるものもすごく重要なんですけどね。あと睡眠も、はい、寝るのも大事、食べるのも大事、まあ、衣食住は大事ですね。まあ、ということで今日は頭皮ケアでした。手軽にできるですね。まあ、こういったですね、ヘアケア情報だったりとかもこう発信してますんで、もしよかったらチャンネル登録して、こう、過去の動画も見ていってください。それでは、ありがとうございました。